はい、こんばんは。はい、こんばんは。はい、カモンマテリアル。はい、マテリアルの坂部五郎です。カモイの日浦です。よろしくお願いします。はい。いやー、実はですね、はい、えらいことになりまして。何が？この間、えらい目に遭いまして。はい、はい、あ、えらい目に遭った。そうなんですよ。はい、墓参り行ったんですよね。はいはいはい。青葉の。そう。はいはいはい、墓参り行ったんですよ。はい、で、駅から、お墓のあるお寺まで30分ぐらい歩くんですよ。うーん、あ、まあまあ遠い、ね。まあまあ遠いですね。まあまあ遠いですね。まあまあで、はい、今まで何回も歩いてるし、はい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 、でももう俺もうバッチリ準備してるしと思って、あ、はい、もう2リットルのペットボトル買って、あ、アクエリアスとか、はいはい、そういうやつもいろいろ持って、あ、さあっ て歩いていったわけですよ、はいはい、ですっごい日差しが強くて、お盆暑かったですもんね。暑かった、14日に行った。すごい暑かったですよね。で、はい、もう道歩きながら、もうその2リットルの水を飲むんじゃなくて、もう体にかける、はい、もう頭ぶっかけるみたいな状態で、それでずっと歩いて行ってたんですよ。はいはいはい、で、まあ、たどり着くのはたどり着いたんですね。で、ところがこれが、はい、お墓でしょ、はい、遮るもん何もないんですよ。休憩所も何もなくて。そうですね、そうですね。休憩所も何もなくて。休憩所がない。もう全くない。で、お墓参りする間ももうずっと直射日光でしょ。あ、そうか。都会のお墓、都会ですよね。都会です。まあまあ都会というか、まあ、都会のお墓なんで、ちゃんと整地されて。あ、そう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 。もう何もない。何もない。だから山の斜面にあったら、なんかこう、木陰があるとか、そんな全くないんですよ。ああ、なるほど。もうビビりますよ。実は親父がね、酒好きな人やったんで、はい、気持ちだけと思ってビールも持って行って、でビールを備えして、で、はい、拝んで、はい、帰ろうなっつって帰ろうと思って、はい、でまあ、このまま持って帰るのもあれやからって一口飲んだんですけど、もうね無理と思って、もう速攻捨てて、あ、はいはいはい、いやもうこれ以上飲んだらもう絶対俺も無理やわと思って、はいはいはい、でけどねもうその時点でアウト で、 うん、で本当はね友達に迎えに来てもらう予約というかお願いをしてたんですよ。あ、車で。そう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 、はいはい、でやけど、はい、そいつがたまたまアマゾンの午前中指定の荷物を受け取ってからしか動かれへんねんって言いました。はいはいはい、そういう時に限ってギリギリなんですよ。はいはいはい、でもう俺はもう11時半ぐらいの時点で死にかけてて、うーん、でまあそいつ家からね車で来るのも時間かかるし、はいはい、もう絶対間に合わへんこんなみたいなんで、途中であのすぐ隣のスーパーに逃げ込んだんですけど、はいはい、もうスーパーの冷房なんか全然効けん無理ってで速攻ロックアイス買って、はいはい、ロックアイスで体冷やしつつ、頭冷やしつつでタクシー、配車アプリでタクシー呼んで、はいはい、でとりあえず駅まで行って、駅の商業施設のベンチで座りながら、はいはい、もうほんまにあれ絶対ね、あのままもし運ばれてたらあなたは熱中症ですって言われてたパターン、このふくらはぎもちょっとこもれ返りを起こしかけてるような、はい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 、そんな感じだったんで、うーん、いやもうあれね一つ間違ったら、はいはい、救急車の500回っていう感じでしたね。怖いですね、やっぱり、うん、その直射日光に浴びててっていうことですよね、うんうん、だからねやっぱね30分以上歩いたらあかん、30分、うん、危険ですよ、危険ですよ、ほんまに今昼間なんだ、そう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 、いやまあまあちょっとね30分ぐらい歩いたら、うん、まあちょっとこうね汗もかいて、ああいい感じで、ね、そう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 かなーとか、運動不足解消になるかなぐらいのつもりで歩いていったんやけど、 あれはもう大失敗でした、ね、いやいや昼は危険ですよ、いやもうほんまに、だからね10時半ぐらいやったんですよ、その駅降りたの、はいはいはい、もうその時点で30分超えてますからそれちょっと危険です、ね、いやあれはやばかったですね、まあそんなことがありまして、まあ、昼はあれですけど、うん、夜にうちこの間からね、はいはいはい、ちょっとランニングとかやってるんですよ、はいはいはい、あれも30分ちょいぐらいなんで、うん、40分ぐらいなんですけども、うん、やっぱ日が沈むと、うん、まあ、暑いですけど、うん、まあ、風があれば結構涼しい、はいはいはい、で大阪城の周り走るんで、はいはいはい、お堀のこう周り走るんで、はいはいはい、結構涼しいっていうか、風もあるしね、あの辺ね、いい汗かける、はいはいはい、それやったら結構トレーニングになるそうっすよね、そうですね、そうっすよね、結構ね、いいですよ、うん、走るのが、うん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 、ゆっくり走ってるんであれですけども、はいはいはい、でまあ、ずっとやる前からまあコースを調べるっていうかコースを決めるのに、はいはいはい、走ってて、はいはい、今のところずっと毎日走ってるので、うん、そうついでいいんですけど、はいはいはい、一応まあチームラッシュっていう走る会を作ってて、うん、マテリアルのイベントとして、はいはいはい、
でそれまあ月に大体2回、はい、各週でやろうかなと思ってまして、まあ今度ちょっとまああゆさんがイベント情報で言うと思うんですけど、また月末に1回やろうかなと思ってるので、うんうん、またぜひぜひ。この間も走りはったんですよね。走りましたよ。ね、はい、ね、走りました。いやいやいや。で今度2回目なんで、はいはい、もうすごい気持ちいいなって。大阪城の、うん、まあ、A コース B コースとまたちょっと C コースを作ろうかなと思ってて、大阪城の中を網羅するみたいな、はい、はい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 。ちょっと走ったら、あ、大阪城ってこんなこういうふうな地域だったんや。なるほどなるほどなるほど。すごい思ったんで、全然大阪城、大阪に住んでるのに知らないでしょ。大阪城の中知らないっていう。もうね、大阪城めちゃめちゃ面白いですよ。まあ、大阪城公園ですけどね、今はね。そうですね。うん、なんかいろんなこう道がまたできてるんで。はいはいはい。はい、あ、こんなところに繋がってるんや。そう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 。面白いのが、意外と門を越えて、はいはい、大阪城ホールの方とか行ったりとかしても面白いんですよ。はい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 。川べりに出たら行ってないですね。川べり出たらめっちゃ涼しいです。あーはーはー。川風が吹くから。はい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 、うん、そうですね。あっち側もちょっと攻めたいですね。まあでもいいですよ、まあ、走るのは。まあ夜に走るとまたね全然違うんでしょうね、きっとね。はい、走った後は着替えて飲みますけど、ね。なるほど。まあ楽しそうやな、それな。そうです ね、はい。まあちょっとした運動になるんでいいかなと。うん、はい、心揺らされずうーんと思いつつみたいな。まあ飲みにだけ来てくれて。そうやな、飲みに来よう、飲みにだけ来てくれて。じゃあちょっと次は考えときます。はい、はい、で、なんすか、なんかちょっと新しいことを考えてるというか。あ、そうですね、また企画がいろいろ出てきてるというか、うん、アイデアが出てきてまして、うん、今ちょっと演劇とかできなくなってるじゃないですか。で、まあ、何かしらこう発信することっていうか、やっぱ求めるじゃないですか。で今、まあ、マテリアルとしては YouTube の配信っていうのは毎朝ライブ配信してたり、はいはい、で、まあ、マテリアルの情報のブログとかやったりしてるんですけども、また違うブログのサイトで、うん、なんかブログ的演劇みたいなのができんかなと思ってるんです。ブログ的演劇だから言うと、うん、まあ、5回かまあ10回、うん、5回から10回ぐらいの、うん、1話、2話、3話、2話みたいな感じの続きもんにして、はいはいはい、普通に文章だけでやったら普通にあるじゃないですか、はい、でそこにプラスアルファは、うん、何かしら動画を入れたり、はいはい、SE 入れたり、はい、でなんか見てる人がポチッと押したら音が鳴るとかっていうような、はなんか、まあ、ブログでもなく動画でもなく演劇でもないけども、うん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 、演劇っぽいような要素を入れながら、うんうんうん、こう読み進んでいってもらう。それも動画とかでも長いやつじゃなくて、なんか顔だけとか、なんか一瞬バーンとか、なんか一言だけとかね、そういうね、うん、そうですそうです、決め台詞一個だけとか、そうですそうです、そんな感じで、ね、はいはいはい、そんなんを作ろうと思ってるんですけども、はいはいはい、なんかそんなんで、なんかちょっとアイデア欲しい。ああ、なるほどなるほど。どういうのがこう、はい、面白そうかなっていう、何かあればちょっと取り入れたいなというか、やってみたいなと思って。今聞いた話でね、はい、思うのは、なんかそのほら、読み進めていくと何かが出てくるって話ですよね。要そうか、そうですね。そういうことになるでしょ。そういうことになるでしょ。はいだから文章を読み進めていったら、何かがボタンが出てくるのか、何か分からんけど、何か出てくるわけでしょ、はい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 、ってことは、何かほらロールプレイングゲームっぽいじゃないですか。ああ、そうですね、うん、だから何かその要素はある、ね、なんかそういう、まあ、勇者なんたらじゃないけど、うん、なんかそういう物語にして、はい、でたくさんその何、ですか、そのボタンを押していったら、はい、なんか最後に何かが出てくるみたいなのとかにしたら、おもろいな、おもろいかもしれへんなとか思ったり。そうか、ほんならリンク貼ったらいいんですよ。そう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 、リンク貼ったら違うページ飛ばしたらいいんですよね。そう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 、そういうのもできるし、1ページで終わらすんじゃなくて、うん、これを押したらその違うページに飛ぶとか。でもそれはそこまでいけへんかったら、はい、絶対それが出てきてるから、まあ、そうですね、うん、ただまあ複雑になっていく、今ふっとほんまに今聞いて1か2選ぶとか、うん、あ、はい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 、さらに複雑なんで、ね、めっちゃおもろい。でもそれ台本大変ですね。だから いわゆる昔ほら本でなかった。ありましたありましたありました。ありましたありました。何ページ飛ぶとか書いてある。ありましたありました。ありましたね。だから、俺あれ作ったことあるんですよ、自分で。あ、マジっすか、うん、何ページ飛ぶみたいな。で、まあ、小学校か中学校ぐらいの、はいはい、なんかその遊びで作ったことあるんですけど、あれは結構面白いですからね。あれを本じゃなくて、ウェブ上で、そうです、ね、しかも SE とかを
つけてくれててみたいな話でしょ。そう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 。で自分でまあ、 脳内で自分の頭の中で再生しつつ、ね、リアルに音がバーン出てくるみたいな。はい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 。うん、いや、おもろいと思いますよ。そうですね。案外この季節とかやったらホラーもんとかもおもろいですよ。ああ。で、そう、セリフを、はい、もうめっちゃなんか、てめえとかっていう、なんかすげえ、なんか聞いたらギーってなるようななんかとか、あとなんかあの嫌な音あるじゃないですか、ギーッ、はいはいはい、ってこう、すげえ書くみたいな、はいはいはい、ってなるような音とかあえて入れとくと。ああ、いや、ちょっと面白いですおもろいと思う、おもろいと思う。ちょっとあの構想というか構想段階が結構大変なような気がしますけど、うん、まあ作ればね、作れば結構面白いと思いますよ。エンターテインメントとしては面白い。おもろいですね、それね、うん、その中にアフィリエイト貼っとけばいい、ね、そう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 しれーっと貼っとけば、なんかほらここで購入するみたいな。そうそうそう、一応でしかもほらシーンごとでページ変えときゃ、はい、例えばそのシーンがネイルサロンっていうーページとかやったらネイルをアビリットつけるみたいな。おもろいですね。ちょっとなんか膨らんできましたね。やっぱり膨らみますね。いや、そんなんは絶対おもろいと思いますよ。ほんまですね、うん、ちょっとそれやりましょうかブログはっていうかサイトは作るんで、うんうんうん、いやもうやりましょうやりましょう、おもろい、相談しますわ、うんうん、ちょっと面白いですねそれね。だってほらテーマ選び放題じゃないですか。だから、はいはいはい、普通そのページにあったアフィリエイト選ばれてくるけど、はい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 、でしかもほら美容の方が絶対に単価高いわけでしょ、はいはい、うん、だからそう考えるとそういうのも間に散りばめようと思えばページ変えりゃ散りばめれるから。ほんまですね。で意味のあるページだから絶対クリックするでしょ、うん、一番最初に見た人で、はいはい、そこ通るように作っとけば、そうですね、絶対いいわけですよ。はあはあはあ、本のやつ今思い出したんですけど、おうおうおう、そうですよね、本ありましたもんね、うん、だから結末もいくつか用意されてるみたいな、うん、そうですね、こっちに行った時とこっちに行った時と違うっていうやつですよね。要はイエスのなんかみたいな感じでバーってツリーチャートみたいにできてんねんけど、うん、途中でこうちょっと交差してるみたいな、そうですね、あったり、はあ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 、でそのコマごとのその言うたら、うん、言ったらスゴロクゲームみたいなもんじゃん、はい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 、スゴロクゲームをブック版にしたようなもんやから、はい、まあ、それをブログ版にするっていう、そうですね、あ、ちょっといいかもしれないですね、うん、でリンクは別にどこそこへ飛ぶじゃなくて何を選ぶ何を選ぶっていうのだけ置いといてあげたら、はいはい、勝手に飛んでいくから、そうですね、うん、あ、面白いかもしれないそういうサイト、あ、ちょっと面白いですね。多分通り方によって、うん、まあ何通り何百通りみたいな、うん、ストーリーを自分で作ってください。作るの大変ですけど、ね、いやでもね、言ったら1個目から3つに分かれるだけでもうこれで3通りになるでしょ、はいはい、でも結末がさらに3通りやったら、うん、そのかける3なんで9通りになるわけですよ、はいはい、でその結末至るまでのやつを、まあ、全部3通りでずーっと作っていたら、うん、もうそれだけで3の何乗っていう世界になる、はいはいはい、うん、だから作るの大変っていうよりそのコマの分だけページを埋めていけば大丈夫なの、あ、前後の辻褄だけ合うように、はいはい、コマをちゃんと1ページずつ作っていけばいいから、まあまあ、だから最初は段階をなんか5段階ぐらいにしといて、そうですね、5つ飛ぶぐらいで終わるようにしといたら、はいはい、そんなに負担はないと思いますよ。そうか、それもありですね、おもろいですね、うん、まあありじゃないですか、うん、ちょっとやりますわそれ、はい、いやいや楽しみにしてます、はい、それちょっと面白そう。いやだってステイホームとかになったらね、うん、ステイホームでまあまあ今みんなそれぞれ動きながらですけど、はい、やっぱなんだかんだ言いながらあんまり外へ出たらあかんとかあるし、うん、やっぱりウェブの世界でなんかエンターテインメントっていうのを今多分求められてると思うんですよね、うん、でそうなったら時間がかかればかかるほど喜ばれるんですよ、逆に、はいはいはい、だから今YouTube とかでも、うん、その自分あと何分時間空いてるな、うん、あ3分やったら何回転やな、はいはい、ほんな10分見とこうなんか、うん、15分見とこうなんか、うん、っていうそういう選び方もあるみたいなんですよね、はいはい、で意外と長いやつ見られるんですよ、そういう分析もあるんで、まあまあ時間かかりそうな内容とかでも OK かもしれないですよ、まあ、ちょっと短めでちょっと試しに、まあ最初はね、最初はね、それ増えていくかね、
あ、そっから、ね、言うとそっからね1話、2話、3話の漫画なんで、はいはいはい、なんかちょっと増えていくみたいな、ちょっと頑張って考えてみます、うん、ぜひぜひ、はい、めっちゃ楽しみにしてます、貴重な意見をまた思いついたら言うて皆さんもなんか質問とか、はい、こんなんどう思いますとかなんかあったらぜひそうですね、あの、まあ、これ聞見てる人でどれぐらいの人が反応するのか今まで全く反応ないんで何とも言えないんですけど、あの、もし何かあればそうですね、作ってそれちょっと試してほしいですね。ああ、いいっすね、いいっすね、いいっすね、ほんまにそれ試した感想とかまだ欲しいですよね、はい、うん、ぜひ皆さん、あの、まあ、ご意見をいただければと、はい、先に作られる可能性もありますけど可能性ある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 、十分あるまあ公開してます、全世界公開してますよね、この間公開ですね、はいはい、公開企画まあそれでまた新しいメディアができたりして、そうですね、面白いです、それで盛り上がって面白いですよね、はいはい、その時は皆さんのお願いですから、ハッシュタグとかを共通でいきましょうそうですね、そうそう、あの、いろんな人が同じハッシュタグでやってる方が注目度は高くなるから、はいはい、そうですね、うん、別にあのやったらあかんとか言えるので、みんなで楽しみましょうという感じで、はい、いきたいなと思います。はい。はい、それではですね、はい、なんか今日あれなんですね。一人いないんですよね、ここ。一人いない。一人いないんですよね、はい。はい。いないんですけど、なんか待ってるらしいんですよ、ま、そうなんですよ。またいつものように待ってるらしいんですよ。いつものように待ってるんですよ。はい。じゃあちょっと呼んでみていいですか。呼んでみましょう。呼んでみていいですか。はい。あゆさん、こんばんは。こんばんは。その草むらは何、それはどこの田舎田舎じゃないです。田舎じゃないの。草村から中継ですか。草村から、はい、今日はお知らせいたします。はい、もう思いっきり私服やな、しかも。そうですね、着替えの忘れてました、ね、はい、草村なんで、まあまあ草村やからしょうがないね、はい、うん、はいはいはい、で今日はどんな感じですか。はい、店舗からのイベント情報になります。はい、はい、お願いします。はい、31日、チームラッシュ第2回目です。はい、はい、走ります、はい、走ったん、1回目、あ、走りました、私、はい、うん、走れたん、走れますよ、私長距離好きなんですよ。そうなんや、はい、走れました、あの小学校の時のピークを超えましたから、超えたんや、お前、低いピークやな、お前低いピークやな、お前小学生の時とお前、足幅もちゃうやろ、お前はい、更新した、更新した、はい、よかったです、はい、はい、大阪城の周り走ってすっごい気持ちよかったので、ぜひ、はい、一緒に走りましょう。で、飲んだり、はいはいはい、食べたりとかするので、はい、参加費は無料となっておりますので、はい、はい、ぜひご覧ください、はい、それと、はい、店舗からの情報ですが、はい、はい、ております、はい、今あの私が映ってるあのスクリーンを使ったりとか照明使ったりとかできるので、うん、YouTube でね、はい、配信はあのお店でできるので、よかったら皆さんもぜひぜひ YouTube を始めてみませんかということで、まあ、費用は少しかかってくるんですけど、3時間5000円ですね、まあ、かかってくるんですが、はい、ぜひぜひご利用ください。はい。こんなところですかね、店舗からの情報というか。あ、今日はそんな感じなんですか。はい。はい。そうですね。はい。ちょっとまだ9月からの分は、うん、イベント徐々に決めていきますので。はい。はい。はい、よろしくお願いします。はい。はい、で、どうですか、その草むらは蚊飛んでないの？大丈夫？蚊飛んでないですよ。あ、飛んでないの？すごいなんか、はい。新鮮な感じで。あの、はい、あくまでもその草むらでやってる手は崩れへんねんな。はい、うん、そっかそっか、はい、はーい、はーい、はい、じゃあ、次のコーナーいきます。はーい、はーい、じゃあ高橋さん、はい、はい、こんばんは、シネマコミュニケーター高橋時です。シネマ 2U のコーナーでございます。今日はゴールドバスターズゴーストバスターを着てまいりました。間違ってゴーストバスターね街が長いだけにちょっと ね, ね, ねでもやっぱ T シャツゴーストバスターですけど、全然ゴーストバスターの話はしないです気にないですね。今日する映画のね T シャツ着てって言ったらね、はい、1週間でもう50枚以上買わなかった。パンフレットと一緒ぐらい買わないといけないということなんですけど
今日も2本、はいはい、持ってきましたが、先週、はい、ブライアン・デ・パルマのね、はい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 、殺しのドレスを、はい、お話した時に、はい、題名出してしまったんで、また気になってしまいました。はい、監督は同じくブライアン・デ・パルマの、はい、レイジング・ケインでございます。はいはい、これは出演がジョン・リスゴーでございますけどね、はい、ジョン・リスゴーって言いますと、ミッドナイト・クロス、このバルマンの作品も出てますし、まあ、フットルースにもちょっと出てますね。で最近では2019年 の、 あのリメイクされましたペット・セメタリーでもちょっと出ております。はい、懐かしいなと思って、まあ、年寄りですよね、はい、あるんですけど、あのそのどうですかね、殺しのです、まあ、先週ネタバレしてないところまで行ったんですけども、うん、まあ難しいですね、このね、これも実は点々点なんで、うん、ネタバレしにくい、本当は連携した話をしたいんですけども、はい、まあ、主人公は心理学者のカーターさんというのが、はい、まあ、その、ジョン・リスコが演じてるんですけど、はいはい、双子の兄弟がケインという人がおるわけですよね、うん、はいはいはい、で結局まあ、ちょっと子供の心理学を勉強してて、うんうん、でまあ、自分の子供も、見てて、それがあまりにも、面白くなって、このカーターさんは他の子も研究したくなるわけです、うん、でちょっと誘拐とかしちゃうんです、その誘拐の手伝いがケインがするんですよ、はい、ははそっからなんですが、うん、ね、うん、それ以上そっからこれ以上言っちゃうともうバレちゃう、まあ、あのパンフレットが載ってるんですよね、それ言っちゃうとね、殺しのドレスも、はい、カウンセリングの先生が実はっていう話なんですけど、これは前はあのカーターさんがいまして、はい、双子の弟ケンがいるわけですね、はいはいはい、でも実はっていうところから始まっているので、ね、あのね、ね、だからちょっと、殺しのドレスの扱い方とは少し一緒のところがあるんですね。もうこれほらもう1ページ目から言うてもてるやん、ね、でも、まあ、それを知った上で見るのもいいんですけど、でもやっぱりその辺はね、はい、あの徐々に知っていくのが面白くて、ね、このまあ、このチラまたこれはね、ね、パンフレットね、パンフレット、まあ、これもまた大きなヒントだ。だからまあまあ、それは言ってしまいましたが、まだその先にもあるので、楽しんでいただきたいなと思います。なるほど、これなんかあのサイクのね、なんかね、はい、なんかいろんなのが載ってましてね、うん、あのね、恐怖のメロディーとかね、あのシャドウとかあるんですよね。一応シャドウは、まあ、また機会があれば言いますよ、シャドウもあります。これもちょっとサイコモンですね、実はというよりも、ね、実はというよりもサイコモンですね、はいはい、だからサイコモンイコール実はだと思います。なるほど、はい、よければ見ていただきたいと思います。はい、はい、もう一つはですね、はい、実はでいう映画、これも実はなるんですけどね、今日8月28日金曜日から全国ロードショー、はい、はい、また新作を持ってまいりました。はい、はい、来ましたね、はい、ついに外山文春監督の、はい、作品で、はい、監督9月生まれです、また外山さん。お、9月25でした。おはい、B 型でした。はい、はい、はい、ソアレでございます、はいはい。これね、はい、村上虹郎さんですね、はいはい、村上純さんと宇賀さんの息子さんですよね、はいはいはい、が、出て主役でございます、はい、彼はあの、無国で日本アカデミー賞優秀助演男優賞も取ってまして、はいはい、演技派のですけどね、はい、そして、今年はあと萌代剣とか佐々木舞舞っていうのが萌代剣が控えております、はい、でもう一人女の子の方が井茂遥さん、はい、彼女も23歳です、はい、2016年デビューで、ピンカートンに会いに行くとか、あの群青の向こうへとか、我々ちょっと小さめの作品出ておりますけども、今年、6本ですね、映画公開されたということで、来年には北斎というのも、公開されます、まずこの映画は制作プロダクションが新世界合同株式会社で、はい、プロデューサーが、はい、豊原康介さんでしたかね、はい、と、小泉今日子ですね、噂の2人のキョンキョンの会社の1作目の作品ということなんですけど、はい、これ前はあのね、村上さんが売れない、うん、はい、役者をやってまして、で和歌山の、老人の老人ホームかな、そこにあの慰問みたいな形で、芝居をしに来るんですけども、その時にこの井茂遥さん演じる女性と知り合って、こう何かの約束があって、夏祭りかな、祭りの約束があって家に迎えに行くんですけども、そこへ、まあ、お父さんがやってきて DV 事件が起こるっていうところから、はい、まあ、逃避行してしまうんですね。そういう作品なんですけど、その、まあ、彼自身は東京から和歌山の方に、まあ、そう慰問で行くわけですけども、逃避行なんですけどね、なぜか、まあ、その和歌山っていうのは彼の、まあ、出身地でもあるということも一つあって、
で何だか逃避行するんですけども、うん、和歌山県内しか逃避行しないというところがこの作品の一つ面白いところで、なるほどなるほど、でもそこにも意味があるんですね。だからやっぱり、大人になりきれないから、まあ、今東京に行きゃいいのを行かないというのには、はいはいはい、いろんな、そういう思いとかがあるということでございますね、うん、はい、そんな感じ、これもですね、それで最後にですね、また見つけてねっていう、これはまあ女性のセリフなんですけども、これに大きな意味があるという、はい、実は点々点っていうのがございます。はい、はい、見ていただけたと思います。はい、村上虹郎さんといえば一個ですね、忘れないと誓った僕がいたというね、あの元あの桃色クローバーの早見が出てる感じです。これもね、はい、実は点々点で、はい、もうこのラストと、はい、もうこのラストが、はい、切ない、両方とも切ない、これ切ないですよ、このラストも切ないですよ、はいはい、忘れないと誓った僕がいたのに…てんてんてんですよね、なるほど、ね、うん、でこれはまあまあ、また見つけてねっていうのが一応キーワードなんですけども、うん、でも、てんてんてんなんですよね、うん、切ない、2つとも切ないでございます、はい、まあ、こういう切ない映画は、まあ、代表作がある映画があるんですけど、それ言っちゃうとまたネタバレなんで言いませんけど、はいはい、難しいです。あのソワリ見ていただきまして、はい、忘れないと誓った僕がいたも見ていただきまして、今日から、今日から、これは今日からです、今日から8月28日金曜日からですね、はい、全国今日公開になっておりますので、はい、テアトル系ですね、お近くの映画館で見ていただきたいと思います、はい、この人は、イモさんは、はい、注目株ですね。そう、まあ、まあこのね、あの作品自体がかなり、うん、あの注目されてる作品ですからね。だからお二人ともこのままテアトル配給なんですけど、次自作が、まあね、メジャー、うんうんうん、大きい映画会社の配給になるので、うんうんうん、今後期待される、はい、作品です。またあのテアトル系の特にちょっと話題作っていうのは、うん、その後がひょっとすると大きいところを買っていく可能性がありますから、ね、そうですね、そうです。これだから今、まあ、前この番組では紹介したんですけど、うん、あの群青の向こうへっていう、ね、青春映画出てて、それで見ててああと思って見とったら、今度これ体当たり演技で脱ぎます、はい、脱ぎます、はい、見に行こう、いやいや脱ぎます、脱ぎます、はい、でもそれは、はい、まあ、そう流れでございますね、はい、よろしくお願いします。はい、今日は、日本と言いながらいろいろ、はい、リラつけしてしまいました、はい、はい、ありがとうございます、はい、ということで、実はてんてんてんのコーナーでした、はい、ありがとうございます、はい、ということで、エンディングなんですけれども、はい、まあ、今日もなんだかんだ言いながら盛りだくさんで、はい、そうですね、なんか面白い企画が出てきたりとか、はい、はい、あの思わず滑っていろんな作品紹介したりとか、なんか草むらからなんか中継してる人がいたりとか、はいはいはい、なかなか楽しかったんですけど、本当にですね、多分まだまだ残暑は続くと思うんですが、皆さん本当に熱中症にはくれぐれも気をつけてください。ほんまにね、もう自分でね、うん、あっと思ったらもう遅いですね。いや、もう絶対やばいですね、うん、だから相当気をつけて、僕もあの水分とか準備はしてたんですけど、あのね、体の中が熱くほてっていくスピードに追いつかない、全然追いつかないですね。だからやっぱ30分以上外にいるのは危ないので、今日のキーワードは30分です。30、いや、もう日浦さんが30分でしょ、うん、普通の人やったら多分15分ぐらいいや、もうほんまにやばかったっすね。この番組が30分ギリギリいつもいつもギリギリでセミギアしてるから、熱中症対策そうそう、この番組やってる間に家入ってくるから、ね、暑いとこでは見ないでください。そういうことですね、そういうことですね、はい、はい、ということなんですけども、まあまあ、はい、あの今日が8月最後のね、配信になるんですけど、はい、まあ、また 9月からね、はい、またいろいろと考えてはるんで、そうですね、どんどんそのマテリアルに、まあちょっと状況が状況なんで、そうなんですね、足運んでくださいってなかなか言いにくいんですよね。そうなんです、だからもう違うことを企画していかないと絶対無理かなと思うんで、うんうん、ちょっといろいろ考えてます、はいはい、なので、皆さんも、注目して、楽しみにしておいていただければなと思います。はい、はい、はい、それでは、はい、それでは、ま、それでは待ってる待ってる、あ、来た来た、ついた、ついた、どこ違うんやな、あ、またなんか今度宇宙飛んでる、どこに宇宙の、はい、顔くらい、顔くらいし、はい、はい、はい、ということで今日も皆さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。